レニー・ディー。レニー・ディーは、イタリア系アメリカ人のハードコアテクノのプロデューサー、および DJ である。また、戦闘を切ってこのジャンルを開拓してきた人物である。本名は、リアナード・ジデシュ・デリオ。1984年、17歳の頃に、地元ニューヨーク・ブルックリンのローラーディスコで DJ を始めた。その頃、ニューヨークのラジオ局で流れていたトミー・ムスとの、 ラジオ DJ を聞くようになり、そこへ自作の DJ ミックステープを送り始める。レニーがラジオへ送ったテープは好評となり、それが縁でトミーと親しくなる。これがきっかけでトミーが当時活動していたユニット、ダイナミックデュオのレコーディングに参加することとなり、1985年リリースのシングルナイツ・オブ・ザ・ターンテーブルズでスクラッチを担当した。その後も共同で コースフロアレコーズから作品を次々とリリースし、イギリスでアンダーグラウンドヒットを得るようになる。この頃、ラジオやディスコ DJ の縁で、後に、レニーが設立するレコードレーベル、インダストリアルストレングスからも、作品をたびたび出すラルフリーとも知り合うことになる。二人はこの先も、長い付き合いとなり、イングリッシュマフィンやメジャープログラムズというユニットを組み、 ハードコアテクノの作品をリリースしていたこともある。1989年からはフランキー・ボーンズとの共同作業で作品をリリースするようになり、XL レコーディングからルーニ・チューンズ名義でリリースした作品がイギリスのチャートで好成績を収めた。すでにこの時期には単なるローカルなニューヨーカー DJ の一人から世界的なプロデューサー及び dj として知られるようになり、1990年代には、ベストワールドワイドテクの dj や、dj オブザイヤーなどに選出されるようになった。その後、ニューヨークのインスティチュート・オブ・オーディオ・リサーチで、レコーディングエンジニアの学位を取得した後、個人的にファンであったナイル・ロジャースのスカイライン・スタジオへと移り、ここでアーサー・ベイカーとの共同作業も経験した。1991年に、 レニー隊はハードコアテクノのレーベルであるインダストリアルストレングスを立ち上げた。この頃、レニーはギグを行うためにドイツへ行ったおり、後にハードコアテクノのアーティストで知られることになるマーク・アカーディペーントであった。当時のマークは1990年に自身のレーベルであるプラネットコアプロダクションからメスコリニアムユナイテッドというハードコアテクノをリリースしていた。 それに対して、レニーも次第に高速かつハードな曲調のテクノに傾斜している時期であった。レニーの曲をいろいろ聴いていたというマーク側からの申し出により、インダストリアルストレングスのレーベル第一弾として、プラネットコアプロダクションズスペシャル WAA サイドがリリースされ、その中にはこの曲メスコリーニアムナイテッドが収録された。 その後も、このレーベルから精力的にハードコアテクノの作品をプロデュースしていった。レニー自身も、メーデーやラブパレードといった有名なパレードをはじめ、様々なパレードでもプレイを行った。インダストリアルストレングスでリリースするようなハードコアテクノは、どちらかといえば、アメリカ本国よりもヨーロッパの方で支持されており、アメリカでポピュラーとなっている。 ダンスミュージックのスタイルには当てはまらないことをレニーは痛感した。リリースする曲が次第に多様化してより複雑な方向へ進むにつれ一層その傾向が顕著となっていった。1997年の初めから1998年の終わりにかけてはドイツでリリースされたアーチストプールレニー D のサンプル CD ロム宣伝のためテレビコマーシャルへ出演した。 その中では、スティーブ・ギブスともに作成した、ハードコアテクのトランスコアの曲ファーガートン・モーメンツ、1997年をクラブで黒人客たちを前にして DJ プレイを行った。1998年には、金銭的問題や音楽の方向性など様々な問題から書く、レーベルの運営が悪化し、長期間にわたり活動を休止した。 一旦はスーツを着た、普通のビジネスマンに転身することまで覚悟したと、異とだが、オーストラリアで現在レーベルの共同運営者である、ジュリセッパービッチと出会ったことで気を持ち直し、新たにヨーロッパで活動を再開するに至った。しかしさらに不幸なことは続いた。2001年9月11日に起きた、アメリカ同時多発テロ事件の時には、レニーの住居が、 ワールドトレードセンターから2ブロックしか離れていなかったために致命的なまでに被害を受けた。また今度は3週間後新しく作ったレコーディングスタジオが火事になり隣室へ暫定的に置いていた個人的な荷物がレコードも含め大量に破損した。そんな折とあるギグでオランダの DJ プロモと出会い次のレニー D のレコードは一体いつ出るんだい と聞かれ、最近の境遇を話したところ、一緒に何かしてみようということになり、DJ プロモのスタジオへ赴くことになった。そこで、共同作成されたのが2003年に、リリースされたアイコールドユーであった。この頃から、しばらく目立った活動が見られなかった、デニーも、徐々に1990年前半の勢いを、盛り返すようになった。関連した作品は多岐にわたるため、ここでは、 主要作品のみとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。